こんにちは。今日はカルティでの購入品をご紹介したいと思います。まずはこちら、杵打ち冷麺です。これはすごく人気みたいで、一度食べたいと思っていたんですけど、私が行く時に限っていつもスープが売り切れだったので、やっと購入できました。辛みの素は別になっているので、お好みで辛さ調節ができます。この麺はコシが強くコリコリとした食感だそうです。次はもやしのお惣菜です。先ほどの杵打ち冷麺のトッピングにもいいかなと思ったんですけど、他にはラーメン、焼肉、ビビンバにも合うと思います。我が家ではこういったもやしのお惣菜はそのままビールのおつまみとして食べることも多いです。こちらはトムヤムスープです。私トムヤムくんが大好きなんですよね。こちらも裏にオイルが別でついていて、自分で辛さ調節ができます。こちらはコストコのエビを入れて作ろうかなと思います。はい、でここからは私の好きなパクチー商品が続きます。まずはこちら、パクチーアヒージョです。アヒージョ自体も好きな料理なんですけど、エビやマッシュルームにパクチーは合うと思うので楽しみです。こちらはパクチースープです。中の粉末にお湯を注げば簡単にパクチースープの出来上がりです。スープ以外にはサラダのドレッシングや肉料理の薬味でも使えるみたいです。こちらはパクチーフォーチキン味です。こちらは麺とスープをカップに入れて熱湯を注いで3分で食べられるそうです。こういった商品は小腹が空いた時にあるととっても便利です。パクチーラーメンです。パクチー焼きそばよりはこのパクチーラーメンの方が私は好きでした。で、こちらは電子レンジでも調理可能なんですけど、お鍋で煮込んだ方が美味しいと思います。そしてパクチードレッシングです。これは視聴者様からも美味しいって聞いたので購入しました。サラダのドレッシング以外の使い方は生春巻きや唐揚げの漬けだれとしてもいいそうです。パクチー味のイカ天のお菓子です。こちらはレモン味が有名だと思うんですけど、パクチー味を初めて見て購入してみました。パクチーカルパスです。カルパスもビールのおつまみとしてよく買うんですけど、パクチー味っていうのは新しいなと思いました。チーズタラのパクチー味です。これもよくあるチーズタラにパクチー風味のシーズニングを加えたものです。ビールのおつまみも同じものだと飽きてきちゃうので、やっぱりカルディは楽しいです。そしてもう何十袋も食べてます、パクチーポテトチップスです。いろんなメーカーのパクチーポテトチップスは食べているんですけど、これを超えるものにはまだ出会えていません。これが一番美味しいと思います。はい、今回のお買い物は以上です。私はパクチーが好きなので、パクチー商品の多いカルディには定期的に行くようにしています。本日もご視聴ありがとうございました。